フォーマナノメートル 705i は、ノキアによって開発された NTT ドコモの第3世代携帯電話端末、ノキア6120クラシックとして、海外で発売されている機種をベースに、日本語化と NTT ドコモ向けの変更を加えたものである。NTT ドコモ独自のサービスに対応している。その代わりに、搭載 OS であるシンビアンシリーズ60の WebKit、ベースのフルブラウザ、MMS と E メールクライアントを使うことができない。また、HSDPA にも対応しない。ドコモの端末としては、ロースペック低価格機という位置づけであり、他の 705i シリーズと比べても、最安値で販売された。そのため、フルブラウザには対応しておらず、搭載されたカメラの機能も、接写機能がないなど、かなり簡素な仕様となっている。また、いわゆる、ガラケーの特徴的装備群も搭載していない。長所は、サイズがコンパクトであること、パソコン市場で出回る、動画、音声ファイルに制限なく幅広く対応していること、Bluetooth FM ラジオを搭載していること、Outlook とのスケジュール同期が可能であること、GSM ローミング対応、850MHz ローミング対応であること、などである。NTT ドコモの携帯電話共通規格である、フォーマ端子は搭載しておらず、ノキア標準の電源端子にて、電源の供給を行う。また外部とのデータ通信端子として、ミニ USB ポートを搭載している。イヤホン端子は日本で一般的に普及している 3.5mm ではなく 2.5mm である。AC アダプタ、USB ケーブル、イヤホンはいずれも本体と同梱されている。ストラップの着脱時は写真のような構造から裏蓋を外す必要がある。電池の持ちは使い方にもよるが、毎日充電できる環境なら問題ないという程度である。世界中に普及している機種なので、バッテリーは海外でも購入できる。社外製の外装ボディも安価で交換も安易である。充電時は蒸気写真のようにフラッシュが常時点灯するが故障ではなく仕様である。これは充電インジケータがないことから、キャリアの要望により追加された日本向けのみの仕様である。同様の仕様は、ボーダフォン 802SE 等でも見られる。公共モード状態にあるときは、充電中にフラッシュが点灯することはない。PC から転送した楽曲を着信音に設定することが可能。ナップスター等の有料音楽配信サイトは非対応。DoJa-2.5OE プロファイルの i アプリ対応。テーマの変更は可能。9つのプリインストールテーマか、PC 経由でインターネットからのダウンロード。ありがとうございます。